長いボールを投げれるのは松原。ゴール前に上がってきた、ヘディングシュート、決まった、ゴール、長野3点目。今度は3番の大島隆弘が決めました。大島は今シーズン2点目、今の場面ご覧いただきました。松原のそのスローインのスピードとか高さ、素晴らしいものがありました。4人沼津の選手がいる中に飛び込んできました。大島頭一つ抜け出した大島が見事に決めて3対0。